はい、皆さんこんにちは。元気なアジーです。今日は11月の11日日曜日です。もう季節からね、すっかり涼しいんだけども、今日はたまたまね、暖かいですね。まだ半袖1枚上着着てればね、まだなんとか大丈夫です。でもね、この時期だからもう空気は乾燥してきてるしね、すっかりね、もう紅葉も落ちかけてます。中国の方からは PM2.5、ね、黄砂も舞ってくるし、これから風邪の時期だよね。いろんなウイルス心配だよね。そんな時にお役に立つのがこちらの空気清浄機になります。てってれー。はい、こちらの商品ね、実はね、後ろで使ってる加湿器とね、同じメーカーのものになります、ね、レブイット、ね、こちらの商品をまた提供いただきました。ありがとうございます。それじゃあね、早速開封してみたいと思います。まずは中身をチェックしましょう、ね、はい、よいしょ、ビリ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 、よいしょ、ね、ビリ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 、よいしょ。はい、これね、今ね、Amazon から届いたばかりの状態です。これね、後ろに置いといたら、視聴者様が後ろの青い大きい箱、何っつってね、すごく気になってるみたいで、はい、早速今日開封しますよ。はい、てってて、ちょっと、よいしょ、大きいからな、でてーん。はい、空気清浄機、こんな感じ。はい、横、横、ね、はい、そして後ろは、はい、よいしょ、こんな感じ。はい、売り文句ね、いろいろ書いてあります。何が書いてあるかっていうとね、ここにね、99.97% の空気中のアレルゲン、ホコリ、バクテリアを除去、酸素フィルター構造、活性炭、ヘパ、プレフィルター、そして3段階の風量調節、そして動作音52dB以下、静音設計ってことなんだね。そして、適用面積が20畳までということになります。で、空気清浄機はね、やっぱりね、余裕があった方がいい、ね、大きい方がいい。実はね、ここのメーカーさん、丸いね、筒型の卓上のね、ちょっとこう見た目がスターウォーズに出てきそうな、そんな空気清浄機もね、出してます。で、こちらの方はその上位モデルになるのかな、ちょっと大きいタイプになります。元気なおじいのとこね、ここ部屋もね、ちょっと広いんだけれども、これ寝室で空気がね、ものすごく悪いのよ。だからそこの寝室の空気をものすごくきれいにしたくて、で、大きい方をね、選ばさせていただきました。ショップ様、ありがとうございます。さあ、じゃあ実際にね、先に中身をチェックしていきましょう。よいしょ。はい、まずは開封すると何が出てくるか、ででーん。はい、ここにね、はい、ここのね、ショップ様はいつも必ず商品を開けるとお礼メッセージが入りますね。はい、ここにね、レボイットを選びいただきありがとうございますからね、出てきます。そして簡単なね、フィルターの交換とか目安とかね、注意書きが書いてあります。そしてここの中に、はい、チャン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 、よいしょ。はい、これがね、嬉しいよね。ありがとうございます、1年保証ということです。これはね、商品は1年保証なんだけれども、プラスボーナス特典で1年保証、合計2年保証がついています。ありがたいよね、長期保証になります。そして、はい、ここのメーカーの嬉しいところね、完全日本語マニュアルがついてきます。とっても見やすいですね。よくちっちゃいペラペラの紙で、こんなちっちゃい字でね、これぐらいの紙がね、ペラッとこう入って終わってる場合があるんだけども、ここのメーカーさんはとっても親切で、マニュアルはね、とにかくお金かけてくれてます。いつもね、大きなマニュアルでちゃんと見やすい文字で印刷してくれてます。ありがたいね。はい、それじゃあね、肝心の中身を出していきましょう。ちょっと大きいからね、これね、いくよ。
よいしょ。まずは取り出しやすいように、はい、このように入ってます。両方ね、手をこうして持てば上に引き上げられるように入っていました。これなら一人でも簡単に取り出せるよね。女性の方でも簡単に引っ張り出せると思います。はい、それじゃあここからはね、実際に商品が大きいので、ちょっとね、もうちょっと上からの視点にしてみたいと思います。はい、こちらをご覧ください。はい、アグロで少しロアグロにして上にしてみました。じゃあここからね、取り出してみたいと思います。まずね、ちょっとこう片側ずつ、よいしょ、浮かせて発泡スチロールを取り除きます。商品自体はそんなに重くないのでね、片手で押さえれば簡単にこのように、はい、発泡スチロールを取ることができます。そしてビニールがかぶさっているので、ビニールを、はい、上に引っ張ります。てってて、はい、うわーい、はい、ぐるりと一周、こんな感じ。デザインがね、ものすごくね、特徴があります。どうでしょう、これで上から見てるのと正面から見るので全然形が違うから、ぜひね、ちょっとローアングルから皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、それじゃあこちらの画面に切り替えになります。はい、それでは外観をじっくりとご覧ください。まずこちら正面になります。だいたいおじいの、はい、人間の膝の高さぐらいまで高さがあります。はい、こちら側が左から見た感じ、はい、このようになってます。はい、そして右側から見てみましょう。はい、このようになってます。で、ここがね、ここがね、ちょっとこう目立つと思うんだけど、はい、ここはね、清掃するときにちょっとチェックポイントになったりするので、まあ、この場所を覚えておいてください。ここがね、14ポイントになります。ここはね、フィルターのね、お掃除する場所になります。ここがね、フィルターというかね、ここがね、空気センサーになります。このね、汚れセンサーが、ここのところが汚れてると、反応が悪くなります。実際にね。なので、ここをね、メンテナンスする必要があります。まずはここの場所をね、最初にチェックしてみてください。説明書きはね、ここに書いてあります。はい、それではね、後ろの方を見てみましょう。はい。すっきりデザインとなってます。かっこいいね、全体的にね。はい、スリムボディとなっています。それでは肝心のね、上を見てみましょう。はい、ここはね、穴が網網になってます。はい、大きなファンがね、ついてるんだよね。ちょっとこれだと見にくいかな。そしてちょっとね、ライトの明かりで反射がちょっときついかもしれないんだけれども、はい、ここをタッチすると運転切り替えになります。電源のオンオフになります。で、これが消灯になります。これがお休みモードになります。はい、そして次がね、これが自動運転になります。そしてこれね、風量、これはね、3段階あります。そしてタイマーがあります。こちらの商品ね、商品名がヘパ空気清浄機。その名の通り、これね、ヘパフィルターを使ってるんだけど、3層構造になってます。まず手前にプレフィルターがあって、空気を取り込んだ時に一番最初にペットの毛など大きなものから吸い込みます。で、大きな汚れを除去した後にヘパフィルターで 0.18 のちっちゃなちっちゃな粒子も花粉も 99.7% 除去してくれます。 PM2.5 にも対応してます。そして3層目は活性炭フィルター、気になる匂いをしっかりと脱臭してくれます。そしてこの商品の売りなんだけれども、他のメーカーさんよりは風量が強い、20畳まで対応しますよということです。大きいよね、広範囲を幅してくれます。そしてこのヘパフィルターなんだけど、
H13 というね、最先端のヘパフィルターを使っています。そしてホコリ洗車、ここにね、この自動モードで働いてね、パッパッパッとこう4段階に切り替わります。色がね4段階あるそうで、赤、黄色、緑、青と4種類の LED の色が、インジケーターが光るそうです。そして赤は空気が汚い、黄色は普通、緑は空気が良い、青はとっても良い、この4段階で表示されるそうです。そしてこの風量、これは先ほど3段階の風量と言いましたね、弱、中、強、ハイスピードで20錠を一気にきれいにしてくれます。10分間作動したら通常モードになるそうです。そしてお休みモード、このね、お休みモード、このお休みモードを選んだ場合は30デシベル以下に抑えますよということで、とってもとっても静かに空気をきれいにしてくれるということです。でタイマー、こちらのタイマーは1時間から12時間まで設定することができるそうです。はい、それではね、実際に電源を入れて動作確認の方をしてみたいと思います。はい、それではまず最初に電源を入れる前にやることが一つだけあります。後ろのパネルを、はい、まず外します。ここね、マグネットになっているので脱着が簡単にできます。パコッと、ここはいいよね。はい、そしてここに、はい、秘密兵器のフィルターがあります。てたん、はい、このフィルターが、これがね、3段階です。プレフィルターでペットの髪の毛など大きな汚れを先に取って、そして真ん中にヘパフィルターが入っています。そして最後は活性炭フィルターで気になる匂いを除去します。はい、じゃあこのようにね、まずは活性炭の方を、まず破って、よいしょ。ちゃんとここね、持つところもついてます。このようにね、はい、これをまずセットします。はい、そしたら次にね、こちらのこっちがヘパ、そしてこっちのがプレフィルターになります。ここに大きなゴミがね付着して中の侵入を防ぎます。はい、じゃあこちらの方も破いて、はい、このようにセットします。はい、このようにね、簡単に取り付けをすることができます。そしたら蓋を閉めるだけ。はい、これで OK です。でこの蓋の裏にも書いてあります。このフィルターの交換目安はだいたい6ヶ月、6ヶ月で交換が目安ということになります。今回この動画の説明欄のところに、この本体のリンクと交換フィルターのリンク両方載っけておきます。はい、それではこの状態で正面にして、実際に電源を入れてセットして見やすいように画面を切り替えたいと思います。はい、それでは空気清浄機、実際に電源を入れてセットしました。はい、それではね、動作チェックしていきたいと思います。あ、その前にね、こちらまず使用になる前にこれペロペロね、これをペロリーンとめくります。はい、うん、綺麗。はい、ピカピカ。はい、とってもね綺麗ですね、この瞬間ね。はい、そしてこれがね、電源を入れるとこちらの方真ん中のところに、はい、電源オフの赤のマークがついています。そして、これが電源オン、ね。はい、じゃあ電源オンしてみたいと思います。よく見ててね。ぴょっ。はい、電源オンを入れたら、まず、ここの青いマークが1個つきました。これがね。
じゃあまずそのね横、これ消灯をしてみましょう。はい、このマークのライトが LED が、はい、ついたり消えたりします。これね、これは LED かな LCD かな、どっちかな。このねマークがついたり消えたりします。これがね消灯です。やっぱね寝室なんかに置いた時に明るくて目障りって方もいると思うので、そういう場合はこの消灯で消しましょう。通常はねどのモードで動いてるか目で目視できた方が便利だと思うので、通常はつけた方がいいと思います。そしてこのねお休みモード、このお休みモードは30デシベル以下になります。はい、押してみましょう。はい、このようにお休みマークになりました。そしてはい、風量の方もね抑え気味になりました。とても静かにね空気をきれいにしてくれています。はい、お休みモードを解除します。そしてこれここのレベルがこれね1なんだけども、これ風量だと思うんだよね。じゃあこの風量のここのパネルを押してみましょう。はい、ちょっとピントが合わないかな。はい、風量2。おお、うん、風量2、とてもパワフルです。じゃあ風量さんになったらどうなるのかな。うわーうわー回ってるって感じするね。さすが20畳対応、ものすごくパワフルです。はい、もう一度押すと風量1に戻ります。これはすごいパワーだ、ね、一気に空気がきれいになるね。はい、そしてこのね自動モードがあります。で、先ほども説明したようにこの風量3段階なんだけど、高速でねパワフルに一気に空気きれいにしたい場合は10分間ですね、10分間で自動に戻ります。はい、それではねこの自動モードにしてみましょう。ピッ、はい、これがね通常のオートモードになります。先ほど言ったようにこの青色、この青い色というのはとても良いという意味です。これがね4段階で一番いい色です。なので今現在この部屋の空気はとっても綺麗ということになります。緑になったら良い、黄色だったら普通、赤だったら悪いということになります。今自動モードにしてこの部屋の空気は綺麗ということが分かりました。では次に最後にこのねタイマー、ここの機能を見てみましょう。はい、タイマーをセットすると、はい、1時間タイマーになりました。もう1回押すと2時間3、4、56、7、8、9、10、11、はい、12時間タイマーまでセットできます。はい、そしてね、もう一回押すとタイマーが解除できます。まあ、通常はね、これ自動のままで OK。で、自動解除するとまた1になります。はい、使い方はとっても簡単。はい、オートにしたら、今ちょっと空気が汚れたね。元気なおじいの喋ってるこの息が臭いのかななんだろうね、空気が突然汚れ始めたぞ、ね、はい、このようにとっても簡単でパワフルなヘパ空気清浄機となります。それじゃあ画面の方をね切り替えたいと思います。はい、それでは Amazon のページで簡単に説明したいと思います。今回の空気清浄機、20畳まで対応しているハイパワーなヘパ対応の空気清浄機となります。今日現在お値段の方が12,990円。ちょっといいねお値段だなって感じる方、でもこれだけのパワーがあって、これだけの最新のヘパフィルター搭載の空気清浄機としてはお手頃な価格だと思います。
このエテクシティジャパン、商品名はレボイットのサブブランドで展開している会社になります。はい、イメージはねこんな感じになります。エテクシティは国際的なブランドオーナーで、アメリカを拠点とし、製品は世界規模、ヨーロッパ、北アメリカ、アジアで販売されています。日本ではレボイットのサブブランドを展開しています。生活用品、生活家電において幅広い顧客基盤を有しています。より良い生活を実現するアイデアに基づいた製品やサービスを、利便性、優れた生活体験、対応力のある顧客ケアなどを通じてお客様へ提供するため、私たちは一丸となって力を注いでいます。素晴らしいね。そして今回紹介したヘパフィルターね、これ3段階になります。まずプレフィルター、ここで大きなゴミを吸着します。そしてこの最新のヘパフィルターで細かいねゴミや塵、そしてウイルス PM2.5 などあらゆるものをここで除去します。そして最後に活性炭フィルターで空気をきれいにしてお部屋に戻します。そして静音ナイトモードは30デシベル以下に抑えて睡眠を妨害しません。はい、そしてねこのオートモード、空気はこの色で分かるようになっています。赤の悪いが空気が汚れています。黄色は普通、緑色は良い、青はとても良いとなります。はい、そして最後にね、動画の中でここ覚えておいてねって言ったところ、ここの場所になります。ここは何かというと肝心な場所になります。ここの場所は空気がきれいかどうかをキャッチしてくれる大切なセンサーがある部分になります。ここのセンサーが汚れていると空気がきれいなのか汚いのかね、ここのところがね判断が鈍ってしまいます。定期的にここのレンズをお掃除してくださいとのことです。はい、そんなわけで今回は20畳まで対応の空気清浄機を紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。